そうです。ずっとセブンティーンだ、これから。永遠の13、17歳。17でいい。はい、そうしときます。で、今日の、はい、なんですけど、まあ、一番まずったなと思ったのはですね、言っていいですかね。コスモスの時に、こう髪の毛を触る人がね。なんかリハでもそれ、注意した。そうなんですよ。え？若菜ちゃん、若菜さんとゆりさんが同じリハーサルと同じところで髪の毛触ってたんですよ。なんか触ってから気づいて、あっあっみたいな。でもなんかこうやってやったらすごいかかってすごい痒くなったけど、ずっとこうやってこうやって、そうそうそう、 髪の毛さばきが下手だから、みんなもうちょっとこう踊りながら。ああ、そういうのもあるよ。そうですね、よく髪の毛食べてこうマイクみたいにこうなって食べちゃう。あ、そういうのもあるんだね。必死に我慢して、うん、まあ、それ抜かしたらどうでしたか。他にこう全体的に見て、全体的、まあ、でも全体的に細かいこと言わなければ、あの思ったよりも体力がありましたね。ありましたね、はい、よかったと思います。次回、まあ、ちょっと告知になっちゃうけど、はい、車地どんどんね、車地どんどんの告知ひどいでしょ、ゆり。そうです、10月なんで10月本当だよ。8日と9日ってなんで言えないの。ずっと8月って言ってたけど。3回も3回もね。あとなんか8日と6日がすごく分かんなくなる人で。あの、分かる分かる、それ分かります。6日というか、それでその8日、8日のことばっか考えちゃって、もう8月になっちゃったっていう。夏の魔法忘れられないでしょ、もう8月が。そうそうです。そっか。でもそのね、フルマチどんどんもうまだ8日の方は土曜日は2公演だけど、その次はその2公演や、フルマチどんどん2回やった後にまた公演も、はい、普通の通常公演もやるってことだから、そうですね、相当大変ですよ。そうですね、体力がないとできないと思うんですけれども、うん、ワッカーちょっと見えない。ワッカー見えない。ワッカーファンから手錠が。ワッカーが見えない。すいません、私。それだって見えるか。でも今日お客さんがすごい勢いがありましたよね。どうなの、あのすごくすごかった。リーダー、リーダー、多分俺の中で勝手にリーダーって呼んでるんですけど、やっぱリーダーかっこいいもん。え、もしパキッて折ってあれじゃないですか、なんか真ん中にいる方なんですけど、ね、俺は名前わかんないんであれなんですけど、かっこいいっすもんね、こうまとめてる感じみたいな。かっこいいですよね、後ろから見てるとかっこいい意味が、一生懸命振ってくれて、すごい今日そして綺麗でした。あの、ね、綺麗綺麗だったね、いっぱい、すごかった、うん、そういうふうに言っとけば多分次から持っていきたい。すごい綺麗でした。すごい綺麗でした。じゃあ各自何色が好きなの、多分それ言ったらあれだね、おしめ分かったりするんじゃない。ああ、まだ公式がある。そうなんだ、そう言わないんだ。MC も1回だけ、1回挟んで、あとアンコールで、あとほとんどフルで歌ってたもんね。ゆりの細いよっていうワッカーに対する威圧感みたいなすごかったです。威圧感、え、そんなこと言ってたの、全然分かんなかった。まあ確かに細いんだけど、ともちとののこちゃんが後ろで着替えてる時に、なんか運動の秋って言ってて、あー、それで運動して痩せたい痩せたいって言ってたら、ゆりが細いよそんな感じそんな感じ、細いなみんな太ってる人なんていないじゃない。いないよね、全然太ってない人。あれなんですよ、若ちゃんは身長高くて細いじゃないですか、うん、私身長ちっちゃくてなんかそうでもないから細いよ、細いよ、そうそう、細くない、本当に。でもゆりのブログ大体食べ物のこと多いよそうなんですよ、アイスとかさやばいですね、ファンタとかさ、お菓子系多いよね。やめましょうか。全然太ってないですよね、先生。全然太ってないと思う。でもむしろちょっとぽっちゃりくらいがいいんじゃないですか。わかんないですけど。まあ男子はそうなんじゃないか。ね、どうなんですか。まあ、でも女子から見るとモデル体型の子すごい細い方がいいんだよね。うん、その辺のね。そう思うとワッカーとか縫えたの、うん。腕長いしね。ぬえちゃんね、ぬえちゃん腕長いよね。こういうとさ、なんかさ、ちっちゃいのに手とかでっかいからすごいですよね。そうそう、え、でっかいじゃん、ほら、他の人に手が出る。全然違う。え、全然違う。手大きいもんね、本当。手ちっちゃい。確かになんか当たってるイメージ、誰かと当たってるイメージがすごく強いかもしれない。今日ぶつかっちゃった。ね、ぶつかってるイメージが。なんかさ、え、一番最後のところでさ、え、
あれ？ぶつかっ、あ、ぶつかったね。どうしたの？みんな結構覚えてないから。やだ。なんか今日もリハの時ぶつかりそうだなと思ったところがあったんですけれども。今日は本番は大丈夫だったんですけど。あと、そう、あの今日のリハで、はい、コスモスを歌ってた時に、はい、ののこさんがですね、ちょっと泣いちゃったんですよ。マジで？はい。なんでどうしたの？え、なんかちょっと、うん、そうですね。リハで？はい。だからもう本番はもうちょっと何にも考えないで歌ってました。それダメ。え、なんか考えると泣いちゃって歌えないんで、もう何にも考えないで。すごいね。感情豊かな。そうですね。ありがとうございます。この前の練習でも夢だけ見てるを歌った時に、今度見てるゆりりさんがですね、ちょっと関係を待って泣きそうになってたじゃん。そんなことねみたいな。本当に？あれ？何のおかずを見てて、なんか夢だけ見てるを練習でやってた時、あ、覚えてない。なんかピンとこない嘘。あ、ごめんなさい。そうなんです、その通りです。久しぶりに見たね、あの夢だけ見てるとか、あのだってホーリンラブとか、あの辺久しぶりにやったような気がするけど。そうですよね。結構あんまりやってない曲いきなりやると どうなの、若菜さん。本番間違えそうな気がする。ダンス上手だもんね。もうね、今日若菜さん髪の毛をちょっと巻いて見てるんですけど、可愛いと思いますよ。大人な感じで、なんか一番大人っぽいですよね。一番大人っぽい若菜ちゃん。そうそうそう、みんなの中でさ、あんま弾けるときあるの、なんかわーってバラバラになったりするの？ありますよ。なんか友達みたいになったりするの？そこまでは。今日なんか リハかなんかで発狂してたんでしょ。そう、発狂ってか、あのね、本番前の、準備の時に不思議な感じになってて、それをみんながこう、おばあちゃんになった。おばあちゃんになった。おばあちゃんなってないよ。なったよ、当時ね。おばあちゃんになった。なんかよくわからないことを喋り出した。え、私そんなことしてましたか？自覚ない。記憶にないですよ。本当に？バッカーがわーってなるのもあるの？ありますね。なんかたまにテンション上がって、それもわって開脚しながら倒れてわーってさ、いきなり歌い出すんですよ。お母ちゃんってカラオケ行っても控えめだよね。カラオケだ。そんなことないよ。あ、確かにみんなとはちょっとね、うん、でもっと曲入れていいよって言って、優しいんだよ本当に、うん、全然そんなことない。優しくて本当いい子なんだし、うん、本当にいい子。、うん、いい子。すごいね、なんかもうメンバーからの指示が絶対。うん、そうですよ。先週ののこさんが彼女にしたいのは若菜さんだって言ってたよね。結婚したいのも若菜ちゃん。でも友達にしたいのは。覚えてた？覚えてたか。じゃあ私は何なんですか？私は何なんですか？ペット。あ、ペットだね。かわいいと思う。友達が？いや、むーちゃん。どうしようかな、なんかどうしようかな、どうしようかなって感じ。どうしようかな、うん、なんか他人とかにしないでくださいね。いいじゃん、軽く怒ってんの？怒ってないですよ。怒ってないですよ。ともちゃんと終わった後ずっとなんか鏡見てて、私かわいいかわいいって。あ、そうそう、今日も言ってましたよ。いや、ゆーちゃん写真見て、あ、友達かわいいって言ってました。結構いつも言ってた。この私服着た時に、うん、あ、やっぱり友達かわいいって言ってました。終わった後も言ってました。自分で友達って、自分で友達って、友達かわいいっていつも言います。何回も言ってます。実際みんなそれってどう思ってんの？あ、でもほっといてます。3年生はほっといてるんですよ。めっちゃいいっすね。そうですね。そんなこと言うの？トモチはそういうキャラだからいいんだよ。うん、そうですね。それがいい。キャラなんだよね。記憶力本当ないですね、私。どうしよう。でも歌詞飛んだりしないよね。これだけ歌っててさ、よく歌詞覚えられるよね。単純にすげえなって思うんだけど。ギリギリです。だって俺、ライブ見てて歌詞飛ん
出るとこ見たことないんだけど。本当ですか。え、あるあります、はあ、結構ありますよ。最近今日も一回間違えた気がする。今日は、なのこちゃんが、今日はあったっけ、なのこちゃんが苦しいを寂しいをしてた。あ、なんか寂しかなくてじゃん。あ、そんなめしてる。わからないようにごまかしてることが多くて、今日でもチェンジダフル街のさ、最初のリズムが取れなかったでしょ。ちゃんと歌ってましたよ。歌ってるかもしれないけど、なんかリズムがおかしくなかった。いきなりゆっくりになった気がする。え、ともえちゃんがずれてたんでしょ。チェンジダフル街のファンのあれ面白いよね。多いね。すっげえ重い。もっと笑いそうになってたけど。笑いそうになってますよ。見ますね。すっごい楽しいですけど、目見てると。ですね。はい。なんか、ふわみたいなこと言ってた。そう。君色。ねえ。ファンの方がこう、もともとある曲にこうファンの方がなんか付け加えてくれると、さらにこう曲としてのこう完成度が上がるっていうかね、その笑顔が。やってる側もテンション上がるでしょ。なんか、はい、超絶可愛いユリリンとか言われると上がるでしょ。上がります。ユリリンの時の声はでかいよ、やっぱり。本当ですか。でかいですよね、ユリリン、ユリリン。ファンが多いのかしらね。どうなんすか、以上、そんなに。どうなんでしょう。でもみんなそれぞれ多いから、うん、平等だと思います。何恥ずかしかった。でも年末とかさ、これだけ今曲あるじゃんか。AKB とかでもさ、セットリスト100とかさ、ファンが選ぶなんかランキングみたいなのあるからさ、リューティストもさ、それでこうアンケートとかに書いてもらってさ、それこうやって集計して年末こうベスト5。あ、面白そう。いいですね。面白そうですね。ファンが選ぶリューティストの曲、それはもしかしたら夏の魔法も入ってる可能性もあるからさ、冬でもやっちゃう、冬でもやっちゃうみたいな。あー、面白そう。毎回毎回こう団長を下ろして、この信代さんにこうね、ちょっとこう作ってもらって、5位からやって毎回上げてってやって、ね、ちょっと面白そう。面白そう。いいですね。でその1曲、まあ5曲しかやんないとしたら、その思い出をこうそれぞれがみんなが話すとか、ね、うん、今年7月から始めて、すごい揉めたよね。まだ2ヶ月くらいか、公演始めて、うん、だから12月とか ね、そこに向けて今集計全部してるからさ、あのアンケートを書いてたら、ね、あそこに好きな曲って何かありますかって、うん、チェックしてもらってるから、そういうのをして、ね、確かにそういうのがあるんですね。でそれを集計してファンが選ぶユーティスも、うん、ベスト5みたいなあるといいですよね。本当に面白い。なんかこれからどうなってくんだろうね。はい、楽しみだね。楽しみです。いろいろこれから盛りだくさんでしょ。それこそフルマ、来週はドンドン、フルマチドンドンでしょ。うん、で次はそのアイドルサミット、次はバニラビーンズとか、ね、アイドリングさんとか。はい、すごいです。もう一人いるっしょ。お、はい。桜の先駆者。そうです。誰よ。ネギっ子さんです。バラバラで、ワッカーはね、もともとネギっ子さんのことすごく尊敬してるって言うもんね。尊敬してるアイドル誰って言うと、ワッカーネギっ子さんって言うもん。かわいいですよね。先輩としてこう今、そうです、大先輩ですよ。大先輩でしょ。大先輩。勉強した方がいいよ。うん、うん、このなんていうの、マイクも MC もグダグダじゃないですか。まだ、まあそうだね。そういうところをちょっと勉強してほしいなと思いますけれども、ね、ファンのこう盛り上げ方みたいなことね、いっこさん上手だったりするから、そういうのを見て勉強するのがいいかもね。本当に勉強だよ。はい、うん、はい、ちゃんとお家でも練習してる？ MC なんですか？ MC MC はちょっと盛り上がってるから。ちょっとそれ見てお家でさ、どういう風に練習してる？そうね、聞いてみたい。うん、まずどこで夜カーテンを開けると、うん、あの夜だと鏡、ガラスが鏡になるんですよ。それで怖い、なんか怖すぎる。だって鏡つけてもらって、すごい、おじいちゃんやる。すげえ、いいね、いいね。そうなん
んだ。けど前それそれでやってたら近所のおじさんが電気つけてカーテン上げてずっとこっち見てて怖かった。だからもうちょっと控えめに。確かに外から見ると丸見え。そう丸見えなんですよ。あ、そうだね。それで見たいな、おじさんと仲良くなって見に来た。なんか前テレビでトモチがこう練習してる風景が流れて、そういる。そうそうそうです。あのあと最後のポーズの時もベッドのところに角に当たったんですよ。私もうちょっと広いところで練習する。いや広いところがないない。廊下的な玄関で廊下寂しい。何廊下ダメなの。どん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 うるさい。え、怒られる。いや怒られはしないんですけど。あれトモチって末っ子なんだよね。はい。兄弟上に何人？三人。三人上に三人いるの。はい。末っ子っぽいですよね。もう言われなくても多分末っ子って。リュウティスはどんな構成になってるの？長女の人。はい。お、長女が二人いる。あ、そうだね、ムータン。次女の人。はい。あ、次女が二人。末っ子の人。はい。ビリー、上にお兄ちゃんとか。あ、お姉ちゃんが一人。お姉ちゃん。あ、そうなんだ。女の子ちゃんか。お姉ちゃんと妹と弟です。真ん中だよね。はい、お姉ちゃんとかお兄ちゃんとか見に来てくれてる公演。たまに来ますよ。なんて言ってんの。なんだろう、なんか今日はこんなだったねってなんか地味に言われます。なに今日はなんかまあ、そんな面白いことないです。いや、面白い。ムーたんの妹さんいつも来てくれるもんね。かなり。そうですよね。あのお母さんもすごい美人な方で目立ってますよね。綺麗な方。綺麗。いろんなファンの人と仲良くなっちゃったね。そうだよね。ちょっとね、いい感じにね。うん、なんかいつも一緒にて、なんか一緒の仲間みたいな。そう。女性一人でね。そう、かっこいいよね。かっこいい、本当に。みんなのお母さんは来てる。はい。来てくれて。あ、今日来てました。ゆりのお母さんも来てくれてる。あ、今日来てました。挨拶したい。あ、どうぞ。ね、一回も会ったことないから、ね。そうなの。はい。では、あれ、先生から。はい、これからリューティストをどういう風にしていきたいなとかありますか。私ですか。でも私はあの言われたことをこうやっていくだけなんですけど、まあでもレベルはアップさせていきたいなと思ってるので、少しずつ難しい振りも取り入れて、はい、みんなの中でこれ難しいってなるの。今日全曲やったけどこの振り一番難しいなって思う振りってある。ハローグッバイの早いところ。あ、ハローグッバイのあの感想の部分を今までにないちゃんとしたダンスっぽい振りを入れたんですよ。うん、でそれがまあできればこれから先難しい振りも入れるよみたいなことを言ったんですよ。多分。どうすか。でみんなちゃんと覚えてきたので、まあ大丈夫かなと。ハローグッバイが先週できた曲だっけ、初めて。そうですね。で今日。コスモス。はい。コスモスすごいよね。なんて笑ってんの。たたや泣いてんのに、わっか。たたや感動で泣いてんのに、わっか笑ってんの。そうじゃないよ。面白いんだ、あの曲。どうして。曲自体は、素敵だと思うけど。素敵だと思うけど。なんか雰囲気が。あ、でもそういうのわかる。大変だよ。そう、わかる。切り替えるのが大変ってこと？なんか、しんみりした雰囲気が苦手なのかな。若菜ちゃん練習の朝の練習してた時もなんかずっとニヤニヤしてましたよ。ダメだそれ、みんな鏡の前で注意しな。なんか真面目にやろうとしても途中で笑っちゃう。誰が？若菜ちゃんか。え、トモエちゃん今日は朝の練習の時頑張った一人でも一人で笑ってたよ、トモエちゃん。いつ？え、今日は朝の練習の時いつものことって投げリーダー投げやり役だったです。トモエちゃんのことなんだ、リーダー投げやり役だ、トモエちゃん。みんなから見て、リーダーののこさんはどうなんですか。なんか俺から見ると
しっかりしてんなって本当に思うけど、言ってることも、うん、本当ですか。本当本当。のぶちゃん今日あとさ何で、なんで変なこと言わないでよ。いやちょっとこれ言っちゃダメ。ちょっと待って逆に気になるってそれ。何、後で教えて。あみんなでなんかカラオブログ見るとカラオケ行ったとかあるけど、こう電話で話したりとかするの？しない。しない。メールはいいです。メールはしない。ゆりとうのこちゃんはなタメだもんね。やっぱり一番、うん、あれやっぱねよくわかりますよ、のぶこのことは。そうだね。なんか、うん、一番わかり合える。この前メールしたら、うん、ごめん今充電切れてたとか言って。うん、ああ私メールの返信はだいたいあんま遅いんですよ。ああすごいで、みんなもクラスの人とかにも怒られてて、返せよ早く返せよ。私もそういう時あったな。携帯いらないですよね。わかる。たまになんかもうなんかいいかなって思っちゃう時あるよね。たまに携帯もいいかなみたいな。そっか、家の電話で一番サバサバしてて男っぽいかもね、ののこさんが。そう、そうですよ。ああでも確かに全然全然いいだ、天然なの。え、ちょ、萌ちゃんが言わないでしょ。萌ちゃんは天然ないいな、萌ちゃんと友達の。ここ天然って何ですか。あんまり意味が分かんない。天然の意味分かんない。それが天然なんだよ、多分。いやいや、なんでもあって。すいません、すいません。え、じゃあ何、友達から見てリーダーどう？おね、まあお姉ちゃんも。まあ頼りになるけど、たまにぼーっとしてなんか何とか。あ、今日朝そこで練習してる時に、うん、あのコスモスの歌歌ってる時に、ナナちゃんずっとこうやってて自分の番なのに歌わなかったんです。私の後の番なんですけど。歌った後、音楽がもう歌うところの音楽が流れてるので、ね、うん、一緒にこうやって、あ、わ、うん、使うとか言って、結構ボケとしてちょっとボケとしてたんだね。ちょっとボーっとしちゃう。ノブコちゃん割とバラードとか好きなの？アップテンポ。いや、バラードはあんま好きじゃないですよ。コスモスがただハマったんだ。ちょっといいな、いい曲。はいはい、そうです。悲しいっていうか感動する曲だなって。うん、うん、みんな。知らないよね、コスモスって。知ってますよ。知ってますよ。知らなかった。知らないよね。最初見た時、秋桜って。有名ですよね。うん、有名だけど、ね、秋桜だね。そこか。さだまさしさんは知ってる？あ、知ってる。わからない。あ、わからない。わからない。そうだよね。北の国からとか知らないっす。あ、知ってます。あ、知ってる。ジョン。ジョン。かわいいな。でも顔がちょっと赤くなってきた。いろんなこと知ってるよね、昔のこととか。なんか上のお兄ちゃん何歳なの？ね、お姉ちゃん何歳なの？2つ上です。2つ上、それでいろいろ知ってる。すごいですね、なかなかない。そうですか。なんかよく芸人さんがよく言ってて、それで分かります。あ、さだまさしの話してて、よくなんかジェンです。え、ジェン、ジュンね。ジョンでも、ジョンでも、ね、ジェンでもね、ね、ジョン、ジュンなの。そう、なんかジュンの真似してる芸人さんとかいて、それで、あ、北の国からといえば、あ、ジュン、ジュンっていう。あ、なんか見たことあるかも。ある？それそれ。え、芸人さんが好きなの？そんなことないけど。ただテレビが好きなの。お笑い好きです。お笑い好きなの。最高ですね。お笑いで笑えない。全然笑い厳しい。本当に面白いって面白いけど。面白いな。笑えないのは笑えない。厳しい。まだ笑わないタイプです。誰が？はい。トモエちゃんとか見て笑うくらい。厳しい。マジで、お姉ちゃん面白い。笑い芸人に。そうそう。なんで？確かに面白いかも。そんなに面白いかも。ムエちゃんね、よく笑ってるよね、トモエちゃんのことで。トモエちゃんの時、ムエちゃんしか笑わない。後の人たちはあんまり。多分トモエさん大好きなんだろうね、ムさん。ありがとうございます。みんな大好きですよ。
面白い。じゃあそろそろ時間なんで、はい、もうですか、もうですか、早いです、早い。告知の方じゃしてもらうかな。で髪ないんだね。髪とりあえず。これダメでしょ。わかる？10月の宣伝の10月の8日8日と9日にフルマッチどんどんというイベントに出ます。はい。初めてショーのこの常設されているそのライブハウスじゃなくて違う場所外とかでやるっていうのを初めて。はい、フルマチどんどんのお祭り、うん、毎年よく来てたんですよ、うん、だからなんか不思議な感じこんなところでって感じで、どんなところ、今度出る側だもんね、見る側じゃなくて、時間帯何時だ、時間は分かんないのでインターネットで調べてもらって5時と4時半4だけどよく、まあ、でも適当なこと言わない方がそうだよ、違ったら分かんない、ね、じゃあ見てる方にあの自力で調べてくださいはい、お願いします、すいません、あブログに、ブログに、そうだね、 S 型アイドルなんで、そうそうですね、 S ですね、 S 型って何、いやそれはもうまだまだ、まあ、いいよじゃあそれとフルマチどんどんが、8日と9日にあって、あとは10月23日に、うん、アイドルサミットというバンダイの新しくできた会場で、うん、プラネットね、はい、そこでします、新潟アイドルサミットね、はい、出まーす、イエーイ、それ終わった、あその前にも定期ライブ、でも私は出ます、うんうん、えどっちが、ライブ出れない、定期ライブは出れないんだ、そうですね、それは若菜ちゃんいないけど、うん、そのあれ新潟アイドルサミットは出れるんだ、はい、それは5人で出なきゃね、うん、じゃあその定期公演あって、それ終わった後にじゃあファンの方とみんなで殴り込みだね、はいイエイイエイ、でそのフルマチどんどんも終わった後に時間はその10日あ9日か、10月9日はフルマチロンドン終わった後に時間は3時になっちゃう、はい、そうね、1時間遅れて、そのスタートということですね、はい、公演もやるということですね、はい、定期ライブも行うということですね、頑張ります、はい、楽しみ、そうですね、友達よろしくお願いします、お、締めた、締め、え、大丈夫、これが意気込みこれからも練習レッスンや練習を頑張っていくので、皆さん応援よろしくお願いします、お願いします、じゃあ最後、じゃあゆりにあれお願いします、ゆりのいつも、はい、よし皆さんお願いします、はい、では皆さん恒例のあれをやりたいと思います、はい、ぜひ覚えてください、はい、せーの、ラリリレルバハ